おはようございます。はい、で今日は普通に結構寝起きなんでめちゃめちゃ機嫌悪いんですけど、で今日やりたいことはな、ちょっと見てくださいよ、このなんか外の色めちゃめちゃ明るい。あー寝起き、ちょっともうめっちゃ眠いわ。今日朝バナナ食べてて、朝バナナ今日何やりたいかっていうと、なんか日本の朝ごはんって言ったらさ、板チョコアイスじゃないですか。板チョコアイスはマシュマロだと思うんで、アメリカで言うさ、あのシリアルに牛乳入れちゃうみたいな、はい、中国で言うさ、あのご飯に味噌汁みたいな、韓国で言うさ、なんかあのタイ米にタイカレー。寝起きでね寝起きで5時間ぐらい経ってるこれあーやっと着いた。今日使うねマシュマロはこれっすね。これなんか何これ、キャンプファイヤー、林間学校っぽいなと思って買うときにこれ買いましたね。なんかここに食パンマンいるんだけど、え、アメリカ旅行行った食パンマン、これ、あ、アメリカかぶれ、なんかさ、アメリカかぶれになっちゃったさ、食パンマンみたいな、あー、なんか、あ、ちょっとアメリカかぶれになっちゃった、おちんちんじゃねえ、なんか残尿あるんだけど、ちょっと、おお、ねえ、これさ10個しか入んないんだけどさ、どうしたらいいこれ。人生そんなもん。まあいいや、俺の人生結構さ、あの、しょうもない。ちょっとこれ食べてみて、1個。普通に。なんか。超美味しそう。めっちゃたくさんあるの。おーい、美味しそうだよー。まあ今日はね、12月24日なんで180度で3分あ、違う違う、8分いってっしゃい。長っ、え、長っこれ、ほんとに、え、長いよね、え、普通長くない、え、長いよね、ね、長い長い、これほんと長い、長いふぅ、できたらしい。あー、やばい、ほんとにやばい。じゃあこれちょっとさ、一回開けますね、これ。ちょっとあったかいけど。スイッチオフ。え、すごい。ちょっと待って。めっちゃ綺麗。トンネルみたい、なんか。すごい、なんていうの、あの、還暦というかさ、熟々にさ、熟したさ、老婆のさ、おっぱい。あちゃ。で、掴めないんだよ、これ。ちょっと待って、掴めないわ。オーブンでやった後のね、あのマシュマロはね、掴めないらしいっすね。はい。見て、できた。すげえ。めっちゃ美味しそう。これ待って、プルンプルンすぎて。見てください。やばくないこれなんか。え、もうさ、プルプルすぎてさ、これさ、シリじゃん。シリ。でもこれ結構さ、近くで見るとひび割れしてるからさ、なんか、真夏のビーチでさ、日焼けしすぎたさ、ギャルのお尻みたいな。あし、疲れた。どうも、こんにちは。板チョコアイス。うわー、楽しみ、久しぶり、本当に。全然楽しみじゃないんだけど、この板チョコアイスですね。なんかさ、アマゾンパンティー、あ、違う、アマゾンフレッシュにしかなくてさ、なんか、4000円からでしたっけ、わかんないんですけど、なんか、板チョコアイス40個も買っちゃったもんね、普通に。いらないんだけど。板チョコアイスあるある、ちょっと言っていい一回。板チョコアイスってさ、なんかね、あのすごいさ、美味しいよね、なんか。マジ理想の朝ごはんってさ、もう作れてるよね、結構。だってさ、こんな、これがさ、こんなじゃん、これがさ、朝ごはんとかお母さんが朝ごはんだよって作ってきたらさ、絶対嫌じゃないですか。かっこいい、このくんかっこいい、テイさん、かっこいい。ありがとう。ん、なに、帰れお前。これでね、ちょっと待って、ピラミッド最後、ピラミッド俺作れるんじゃないかな、普通にエジプトに。100。とりあえず完成したんで、サムネだけ撮りまーす。ということで、こんな感じで理想系のさ、朝食完成しました。うわー、美味しそう、やばい。もうやめ、絶対。こんな系をしといてさ、甘い系結構苦手でして、なんか、ファミマでね、いろいろ買ってきたんですよ、なんか。朝からビール飲みたいなと思って、社会不適合者なんだからいいでしょ、別に。で、これ次に、ファミチチ？あはー。これね、早速ね、入れていきますね。あー、ちょ、待って、本当に最悪。もういいや、なんでもいいや。もういいっしょ、別に。おー、いい、もうなんなの、これ。泡しかないじゃん、もう。まず。じゃあ早速これ2枚目から。はい。ベトベトしてて美味しそう。いただきまーす。さらー
うん、美味しい。違いに美味しいっすわ。やばい。ブランデーみたいでね、すごい美味しい。結局良ければ全て良しみたいな。お尻さ、でかければ全て良しみたいな。お尻は世界を救う？そういう感じっすね。気持ち悪いネバネバしてるやつから。食べていくんですけど、しょうがないから。あ、すごいすごいすごい！伸びてる！バターをさ、オーブンにかけるだけでさ、こんなに美味しいの？一緒に食うね、しょうがないから。やば、美味しい。これはね、もうね、甘いっていう方にさ、振り切りすぎてさ、逆にもうやばい。なんかね、みんなのさ、将来に対する考えみたいにさ、めちゃめちゃ甘くてさ、美味しい！甘くてみんなの将来に対する考え、甘くてそれ冗談です。ごめんなさい。本当にごめんなさい。すいません。本当にすいませんでした。本当にすいません。あっか。うん。うん。はみ、挟むだけ。はしゃ、はみ、はみ、はしゃ、間違えた、間違えた、間違えた。これちょっとさ、一回挟みますね、これ。はみ、乳だけに。普通にマスクつけて外出してるなと思ったらブラジャーだったコーラーねえ、もうちょっとブラジャー持ってんのバレるじゃん。え、本当に美味しいねこれ。こういうの食べてるさ、よくわからんそうな気持ちがわかるわ。やばくない？これなんかネバネバしすぎじゃない？普通に。朝とかさ、普通に電車とか乗るとさ、あの乗ってるさ、おじさんのさ、頭皮みたいな。それぐらいネバネバしてるよね、結構。臭そう。あの人たちと違ってね、めっちゃいい匂いする、これ。やば。ベノムみたい、なんか。いや、あ、寄生してきちゃった。やばいやばい。俺猫舌だからさ、僕猫舌なんですよ普通に。え？なんかサビ。サクサクサク。モニサック。うわ、美味しい、やば。この後に塩気のもん食べるとね、めちゃめちゃ美味しいんですよ、なんか。なんかね、あの、一週間さ、ためにためたさ、後のさ、女に。
なるほど、なるほど。ここの部分さ、めちゃめちゃ硬くてさ、色だけ見るとさ、なんかさ、バリ島とかでさ、めちゃめちゃさ、しっかり日焼けした後のさ、金玉の裏。あいつらでこんな、いつまでこんな、やばいな。ああ、もう無理だ。もう一回やらせて、ごめんなさい。全部、あ、全部食べましたね、これ。あ、全部食べたい。何が面白いの？このアイスって賞味期限ないって聞いたから、しっかり綺麗に食べたいと思います。休憩しまーす。もう無理。もう無理っす。やばい。朝だけども、眠たい。おやすみ。おやすみ。